てなでしこリーグの岡山ユノボーベル、昨日ホームで開幕戦以来の勝利を目指しました。ここまで6試合でわずか1勝と苦しむベル。前半14分、三山のコーナーキックに松岡、ベルが先制します。さらに再び三山のコーナーキックから本戦から押し込み、差を2点に広げます。後半に1点を返されながらも粘り強く守るベル。しかし終了間際でした。三山のこのプレーがハンドの判定。勝利にあと一歩及ばず、ベル悔しい引き分けです。最後、勝ち切るっていうところまで至らなかったのが、まあ、一番大きな痛手かなというふうに思ってます。全体的な底上げをもう一度しっかりし直さないと。こちらも果敢に攻めていただけに悔しいですね。ちょっと今シーズンね、状態良くないですけど、ここからなんとか順位上げていってもらいたいところではありますね、はい、それでは順位表です。岡山ユノボーベルは8位で変わりません。